知床半島沖で沈没しきのう網走港に運ばれた観光船カズワンはこの後水抜き作業が終了し第、い船内で行方不明者の捜索が行われます。の港にに運ばれれ、たカズワンの周囲にはポールが建てられ 今朝はブルーシートで船体を覆う作業などが行われました。海上保安庁は、船体の水抜き作業が終わり次第、作業船の上で船の中に行方不明者が残されていないか捜索を行う方針です。現場では、今日午後、運航会社の桂田製一社長も船体の確認に立ち会う予定です。カズワンの船体は、阿波市港で来月1日に陸揚げされる見通しです。